て映るグラスはブルースの色。どうも歌うたやってます神田由紀です。今日はこの町柏ですね、美味しいハイボールが飲めるお店に行ってみたいなと思います。よし、ゴー。柏はですね、路上ライブの町です。ございます。今日は日曜日だから混んでます。今日日曜日じゃなかった。柏は神田由紀が育った町です。初めて来たのは多分19歳の時で、初めて柏のドームというライブハウスに来たんですけども、今はですね、大好きな酒を飲むのも柏、ライブを見るのも柏、友達がいるのも柏で、ね、ほとんど柏で生きております。いただきます。うまい。今も常連さんがいらっしゃる。あ、こんにちは、どうも。なんか結構いらっしゃるんですか。よく来ます、なんかおすすめの。そうですか。お餃子が美味しい。餃子が何種類あるんですよ。三本餃子、四川風餃子。餃子さんのおすすめは何ですか。やっぱ三本餃子ですかね。なるほど、三本餃子です。これは存分でしか味わえない餃子の味がします。一番来たらやっぱり三本亭ですね。じゃあここで最後に三本亭の初夏を待てずにハイボール、ありがとうございました。神田由紀でした。またね。